time to face your opponent. ブロリーはああいいえ、それより大差なんだ。サイヤ人の戦士、無戦士、ひょっとするとそんな決意か。ただの神殿試合でもないようだ。すべて不利、多少三局の2を通用するけど、この程度の差は死に変わる。見る限りのサポートが入った。攻撃、相手に隙をついた。 実力が近いからこそお互いに譲れないというわけ。一進一退の攻防とはこのことを言うのだろう。悪くないよ、無駄はない。 実力が近いからこそお互いに譲れないという、まさに猛攻というにふさわしい状況でな。なるほど、何も考えずにここまでしなければ倒せないの相手だったということか。 一人減ったこの状況が戦局にどう影響するか。この攻撃はさすがにこらえきれない。このまま押され続けるのも良しとするやつらではない。一気に攻撃、攻めに転じた。悪くないよ、無駄はない。こう相手の隙をついた。 優劣が少しずつ見えてきた。油断は禁物。まだ逆転も十分ある。 距離を詰め、攻めに転じた。なかなかの名勝負だった。双方の実力見定めさせてもらったぞ。あたしら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強です。カッパー。 あのサイヤ人、とんでもねえパワーだな。けどあいつ、敵と。